目黒蓮メンバーとアイスティーを中条あやみと「午後の紅茶」テレビ新 c m スノーマンの目黒蓮26と女優の中条あやみ26が出演する「キリン午後の紅茶」のテレビ新 CM が6日から全国オンエアされる山下達郎70が書き下ろした楽曲「シンク・オブ・サマー」の軽快なリズムに乗せ目黒と中条は海を眺めながらアイスティーを味わう 今年の夏の過ごし方について、メグロは、今までは冬にライブをしていたのですが、今年は夏にライブがあるので、ライブ終わりにメンバーとアイスティーを飲んだりして、余裕のある豊かな時間をみんなで過ごせたら、と話した。新 CM にちなみ、思い出の夏の午後を聞かれた中条は、高校生の時、体育祭とかで出し物をするんですけど、その出し物を作ったりとか、みんなで練習に行ったりとか、 暑い中、汗をかきながら、みんなで何かを作るっていうことを思い出す、と振り返った。